前朝倉家を滅ぼした信長は近江へと馬首を返し、浅井長政の本拠小谷城を包囲した。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。けどよ、権六殿にお市を守れと命じたのは信長様だろ。その命に従ってるだけの権六殿まで討つってのは。奴が今もその命を果たさんとしているならば、俺に討たれる覚悟もできているということだ。お二方の処遇の話は戦に勝ってからにされては。まずは長政殿を討つことに注力しましょう。長政は小谷城本丸にこもったまま動く気配はありません。本丸を攻め落とせば俺たちの勝ちってことです。もし攻め落とす前に長政さんが降伏してきたら。もはや長政は降伏すまい。みな容赦はいらん。二方面より兵を進め、徹底的に叩き潰せ。俺のやり方見せてやろう。一丁手柄を立ててくるか。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政様に俺の覚悟を示す。天下一新、阻ませはしない。さて、景気づけに火をつけて進むか。
先に目障りな敵兵を始末するぞ。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし、一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。敵兵はあらかた片付いた。よし、砦に火をかけろ。開門。兵を指揮する俺と光秀、いずれが引いてもこの戦敵方の勝利と思う。はは、目指すは圧勝というわけか。味方の戦力が削がれても圧勝とは言えねえな。あの砦、不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。もっと派手に燃やしてやろう。宝禄兵を出せ。開門。まだ出る時ではないが、かかれ。潜ませていたし、で、砦が完破された。さすがお兄様ね。他にも手頃な砦があるじゃねえか。じゃんじゃん燃やしていくぞ。砦の制圧になったようだ。進軍を再開する。開門。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。俺がよし、あの砦を攻めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。よし、この間な、火をつけろ。開門。撃ち死に。この俺を止めようとて無駄よ。この俺を止めようとて無駄よ。おいらの出番だ。であるか、であるか。こう一つ、いただきだ。聞かせていただこう。喜ばしい活躍ぶりだ。開門。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上、進ませるわけにはいかない。開門。であるか。どりゃ、ここは絶対に通さない。俺がやる。合点承知。貴様の思い通りにはさせないんだから。来るか。夢のため、ここは俺が食い止める。打ち死に。食らえ。お前
この砦を落とすのが我らの役目。補助力を願いたい。一、無事か。俺も共に戦うぞ。やはり二手に分かれて攻めてきたか。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。開門。別動隊が狙われているようだ。捨ておくわけにはいくまい。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。そこか。開門。本丸への道が開いた。進軍するぞ。よし、我らも進軍するぞ。オイラが討ち取った。打ち死に。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。俺がやる。打ち死に。いざ参ろうぞ。打ち死にであるか。向こう一ついただきだ。叶う相手ではなかったか。見事、さらに精進せよ。俺が合点承知。止めよう、とて無駄よ。俺レアを打つけとは侮ったか。叶う相手ではなかったか。やっちまうぞ。手柄はもらった。どんどん行くぞ。どんどん向こう一ついただきだ。叶う相手ではなかったか。お手柄です、主。耐えきれん。引かせてもらう。足なし、入れ。おいらの出番だ。俺がやる。俺をうつけとは侮ったか。フルはなんだか。この俺を止めようとて無駄よ。である。織田の者ども、ここを抜けたくば、に柴田を倒していけ。柴田の旦那、お市様を守るのが仕事なら、織田に戻るよう説得してくださいよ。船が己の意志で決めたこと、それがとやかく言うことではないわ。よう、お前、死にに来たのだ。やっちまうぞ。よっ、
けよ。開門。敵の増援が南へ向かった隙に前線を押し上げるぞ。火をかけて進め。開門。であるか。援軍を呼び込むのに手頃な砦だ。急ぎ落としてしまわねば。この信長こそが天下無双よ。宇宙尻自らご活躍とは恐れ入りますな。開門。これでいい。すぐに本丸へ進むぞ。一、お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。最後までお供しましょう。開門。浅井勢の戦意は衰えんだが、ここが正念場。合点昇進。ひるまず進め。打ち尻。とて無駄よ。オイラの出番だ。この俺を止めよう。とて無駄よ。姫が戦場に立つ限り、僕は全力で守るのみ。権禄の気迫、まさしく鬼よな、勝家殿。手ごわい相手が残ってしまったな。
か。引かない、絶対に。ここで倒れても悔いはない。全力で兄様たちを倒す。もはや何も言うまい。行くぞ。一、お一人、その覚悟に俺も応えよう。残るは長政のみ。行くぞ、開門。あんたに下る気はねえ。絶対にだ。どこまで愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。光秀、お前もようやく腹をくくったようだ。ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため全力で戦おう。長政殿。吉川様、一、勝家、俺は最後まで抗ってみせる。邪魔をするな。壊してくれる。ここまでか。しまいだ、浅井長政。やっぱり変わったな、あんた。所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。分かってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り身勝手に多くの命を奪ったあんたを俺は絶対許さねえ。鬼畜生に築ける天下は花一つねえ地獄だけだ。因果応報、ろくな死に方しねえよあんた。ああ、忠告、痛み入る。うわっ、しょう。信長殿、お市殿と勝家殿をお連れした。兄様、私は自分の心を偽らず正直に動いた。だから悔いなんてない。命乞いもしないよ。俺も覚悟ならとうの昔にできてます。なあ親父、浅井との戦はもう終わったんだ。二人に織田に戻ってもらえばそれでいいじゃんか。長政に加担して織田に背いた以上、咎めを受けさせねば家中に示しがつくまい。恐れながら、妻が夫の志を共に果たさんとするのは至極当然のこと。それを責めるのは少し酷かと。勝家殿に至ってはお市様を守るというお役目を全うしたにすぎません。加えて勝家殿は家中屈指の戦上手、
死なせては織田家にとって大変な損失になるかと。秀吉め、出過ぎたことを申す。何にせよ両人の咎めは免れぬ。一、権六、お前たちは当面の間蟄居を命ずる。稲屋は認めん。下がれ。進むぞ、光秀。天下一新をなすまで歩みを止めてはならぬ。それが俺たちのなすべき正しきか。そのためにくすぶる火種は余さず絶やさねばならぬ。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも。それでも先の世に希望をつなぐことはできる。正しきを貫く。そのために俺は刃を研ぎ続けた。すべては天下一新をなすため。その子、俺にも背負わせてくれ。これを鳴らせばもう戻れぬぞ。覚悟の上だ。で、あるか。